ゴムもピンもヘアアクセも使わなくてできます。こんにちは、こんにちは、みさきです。渡辺です。もう一回お願いします。はい、みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、今日はすいません、花粉症です。はい、よろしくお願いします。今日はなんと何も使いません。いきなりやな。何も使わないっていうのはゴムもピンもアクセもってことですよね。その通り、はい、今日はハンドパワーを使ってやってみました。らしいです。はい、まあ、最初ちょっと難しいかなと思うんですけど、うんうん、まあ、慣れてくるとめちゃくちゃ簡単なので、外食時とかあと勉強の時すごい髪の毛邪魔になると思うんですけど、そういう時にパパッとまとめて。勉強の時は別にゴムとか結んでやったんじゃない。あ、まあ確かに。だから外にいた時に、まあ、なんかまとめなダメっていう時だったりとか、まあ、例えば雨、これから雨降ってきて湿気でちょっと髪の毛膨張したなっていう時とか、まあ、その時にこう、うわ、まとめたいっていう時にできる方法。そうです。なんで僕が言ってるのかな。まあ多分そうみたいなので、はい、急にどっかお出かけしなあかん時とか、よかったらこの方法使ってみてください。はい、やってみてください。ありがとうございます。はいはい、それでは動画スタート。まずつけなくてもいいんですけど、まあ、毛先 の、 乾燥が気になる方はこのイレーのオイルをつけていきます。毛先中心につけて残ったオイルを表面の枝毛とアホ毛につけていきます。個人的にはこの顔周りの産毛をしっかりつけていきます。まず髪の毛を手ぐしでまとめていきます。まとめた毛先を2回転させていきます。毛先を持ちながら、ま、真ん中よりも右側で空洞を開けていきます。この作った空洞の中に毛先を通していきます。次に真ん中よりも今度は左側で空洞を作っていきます。作った空洞の中に毛先を上から下に通していきます。通したらしっかりと髪の毛を引っ張ります。ねじれている部分を少し出していきます。最初難しいかもですが、慣れたら超簡単なので、ぜひやってみてください。